コリオレイナス第5幕第3話、コリオレイナスは、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、5幕からなる、後期の儀曲で、シェイクスピア生前の上演記録は残っていない。悲劇としては最後に書かれたものとされており、1608年、五郎執筆されたと推定されているが、他の後期作品と同様、その制作年代には、 諸説がある。テクストの書出は1623年で、ファーストフォリオの一部として出版された。古代ローマの伝説的将軍、ガイウス・マルキウス・コリオラヌスをモデルとし、作品中では、ケイアス・マーシアス・コリオレイナスを主人公とする。転居として、プルタルコス、対比列伝のコリオラヌス伝及びティトスリウィウスのローマ建国史が使われている。 タークイム王が追放されて間もないローまで、貧民の暴動が起きようとしている。貧民は、巧妙な将軍であるケイアス・マーシアスに行き通っている。マーシアスが貧民たちに対する穀物の支給に反対したためである。貧民たちは、マーシアスの友人でもあり温厚な性格で評判の、良い貴族メニーニアス・アグリッパとマーシアスに行き合う。メニーニアスは貧民を沈めようとするが、 マーシアスは再び、軍務の能力を欠く貧民たちには穀物を支給しなくてよいと挑発的な発言を行う。この暴動を鎮めるため、五民館が設置される。平民から選ばれた二人の五民館シシニアス・ベリュータスとジューニアス・ブルータスは、陰で貧民たちのマーシアスへの反感を煽る。その時ボルサイ人が攻めてきたとの方があり、マーシアスは、ローマを離れる。 ボルサイ人の将軍、タラス・オーフィディアスは、マーシアスとたびたび戦い、彼を旧敵としてみなしていた。コミニアスが率いるローマ軍に、マーシアスは、副将として従い、オーフィディアス隊を攻撃するコミニアスに対し、ボルサイ人のマチコリオライ包囲に当たる。コリオライ包囲は、最初思わしく進まなかったが、マーシアスは城門を開けさせるに至り、勝利を収める。疲れ切ったマーシアスは、 しかしコミニアスの救援に駆けつけ、オーフィディアスとの一騎打ちとなる。二人の死闘は、劣勢のオーフィディアスを兵士が引きずり剥がして決着が、つかず終わる。コミニアスは、マーシアスの先行を称え、コリオライにちなんだコリオレイナスのソエナを与える。ローマに帰ったコリオレイナスは、母ボラムニアの強い希望で、しぶしぶながら、失勢官選挙に出馬する。 貴族たちと元老院の指示を難なく取り付け、また最初は民衆の指示も得るかに見えたものの、五民間に侮辱され、また五民間二人が煽った彼の失政官就任に反対する暴動に直面する。五民間の挑発に乗せられて激怒したコリオレイナスは民衆の政治への参加に公然と反対し、民衆を罵ったため、五民間に反逆罪で告発される。一旦は、 死刑も検討されたものの、過去の選考に免じて、コリオレイナスは追放刑となる。ローマに家族を残して追放されたコリオレイナスは、ボルサイ人とオフィディアスの元へ行き、助力を申し出る。一旦は、ボルサイ軍を率いて、格格たる選考を上げ、ローマ支配下の都市を落としたコリオレイナスに、ローマは混乱状態に陥る。母、ボラムニアが彼の妻と、子、 またもう一人のローマ女性と共に、コリオレイナスを訪ね、母であると市ローマを滅ぼさないでくれと嘆願する。母の嘆願に心を動かされたコリオレイナスは、独断で和平を結ぶ。ボルサイの都市に戻ったコリオレイナスは、しかしオーフィディアスの放った資格に裏切り者として暗殺される。シェイクスピア劇として、コリオレイナスはそれほど人気のある作品というわけではない。 中期の悲劇や他のローマ刺激に対して、その上演回数は比較的少ない。コリオレイナスは政治的対立の劇であり、民主性と貴族性の対立が劇の緊張を作り出している。劇の中心をなすもう一つの人間関係は母とこの関係であるが、ハムレットと異なり、母とこの関係には性的なものの介在はほとんどなく政治的な色合いを帯びる。 母ボラムニアは、戦場に赴くコリオレイナスを平然と見送り、彼のローマ政界での栄達を望み、またその説得最短なる親子の情愛の表明では、なく、ローマとボルサイの対立という政治的状況によって、生み出された場面である。いわばボラムニアは、ローマの政治的徳を体現する存在である。一方、コリオレイナスと妻バージリアの関係はここでは、希薄である。 T.S. エリオットはコリオレイナスを高く評価し、その評論集、聖なる森、死と批評についてのエッセイで、悲劇としての構成でハムレットに勝るとした。ベルトルトブレヒトはコリオレイナスの政治性に着目し、1930年代に改作を試みている。コリオレイナスは、またそれ、自体としても、ベルリナーアンサンブルのレパートリーの一つでもあった。 レイフ・ファインズの監督デビュー作で主演も務めた2011年のイギリス映画英雄の証明は現代に舞台を移したこの戯曲の映画化作品である。なお、ベートーベンの序曲コリオランはこの戯曲の元となったプルタルコスの作品をもとに友人でウィーンの宮廷秘書官で劇作家でもあったハインリヒ・ヨーゼフ・ホンコリンが書いた戯曲に付けられたものである。 ありがとうございます。